教育再生会議は、安倍内閣が教育再生への取り組みを強化するため、2006年10月10日の閣議決定により設置した期間。会議そのものは内閣に、担当室は内閣官房に属した。全段階として、2006年8月29日の日本政策研究センター主催のシンポジウム、緊急シンポジウム、新政権に、 何を期待するかで安倍政権が誕生した場合首相直属の教育改革推進会議を設置するとの見通しが表明されていた。安倍内閣が2007年9月に退陣したため2008年1月31日に最終報告を提出し解散した。なお、福田内閣はこの後継組織として教育再生懇談会を2012年12月に発足した第二次。 安倍内閣は復活させる形で教育再生実行会議を設置している。福田康夫内閣発足後初の総会となる第9回教育再生会議総会2007年1月24日、安倍首相にゆとり教育の見直しなどをうたった第一次報告を提出した。用紙は次の通りである。2007年6月1日、安倍首相に第二次報告を提出した。 用紙は次の通りである。2007年12月25日に福田内閣に第3次報告を提出した。本文は社会総係で教育再生を途題され、学校、家庭、地域、企業、団体、メディア、行政が一体となって、すべての子供のために高教育を再生するという副題が添えられた表紙を含め A4 版19ページのものである。なお、 第一、二次報告は和文、英文の本文が発表されたが、第三次報告では和文のみの発表となった。七つの柱とされた報告書の内容は以下の通りである。1、学力の向上に徹底的に取り組む、全国学力調査、PISA 調査の結果を徹底的に検証し、学力向上に取り組む、 6から3から3から4世を弾力化する、英語教育を抜本的に改革する、今の時代に求められる教育を充実させる、大学発教育支援コンソーシアムの推進により、新しい教育モデルを創出し、実証するに、特育と体育で、健全な子供を育てる特育を、強化とし、感動を与える、教科書を作る運動、食育、生活習慣が一体となった。 体力向上とスポーツの振興を図る体験活動により子供の心と体を育てる3大学大学院の抜本的な改革大学大学院教育の充実と成績評価の厳格化により卒業者の質を担保する国立大学法人は学部の壁を破り学長リーダーシップによる徹底したマネジメント改革を自ら進める国際化 地域再生に貢献する大学を目指す。大学、大学院を適正に評価するとともに、高等教育への投資を充実させる4。4. 学校の責任体制の確立学校のマネジメント改革を行い、校長がリーダーシップを発揮できるようにする。子どもの教育に専念できるよう教員を応援する。五現場の自主性を生かすシステムの構築学校の情報を公開し、保護者、地域の評価。 参加により、学校の質を向上する適正な競争原理の導入により、学校の質を高める多様な分野の優れた、社会人等から教員を大量に採用し、学校を活性化させる、教員要請を抜本的に改革する学校の適正配置を進め、教育効果を高める 6. 社会総係での子ども、若者、家庭への支援子ども、若者、家庭に対し、教育、福祉。 警察、労働、ホーム等の連携システムを作り、総合的に支援する有害情報から子どもを守る、ため、すべての子どもの携帯電話にフィルタリングを設定する、幼児教育を充実する、子育て家庭、親の学びを地域で支援する七、教育再生の着実な実行を動き出す、教育再生教育再生の実行性の担保、フォローアップ2008年1月31日、福田首相に、 最終報告を提出した。本文は社会総係で教育再生をと題され、教育再生の実効性の担保のためにの副題を持つ A4 版7ページという極めて短い文書である。和文のみの発表であることは第3次報告と同様である。新提言の追加なし。第1次から第3次までの報告に盛り込まれた事項について、 すべて具体的に実行されてこそ初めて意味を持つと政府に具体的取り組みを求めたのみ。主項目は教育内容教育現場教育支援システム大学大学院改革社会総係の5つ。提言項目報告書本文の別点でこれまでの報告における提言のうち以下の項目の速やかな実施、検討を求めている。 A 直たちに実施に取りかかるべき、自項特育の充実体験活動の、推進いじめ問題への対応体力の向上、学校給食を通じた、食育ゆとり教育の見直し、学力向上の具体策小学校の専科教員の、配置英語教育、理科教育の抜本的改革教員免許更新制、教員評価、指導力不足認定、文言の厳格化、メリハリある、 教員給与者会人等の大量採用 IT 化、共同事務処理など、教員の事務負担の軽減学校の責任体制現場の自主性を活かす、システム学校の適正配置の推進教育委員会の改革学校問題解決支援チームの5年以内の全国設置校教育費マップの作成、公表、大学発教育支援コンソーシアム構想の 推進大学教育の質の保障国際化を通じた、大学、大学院改革世界トップレベルの大学院、教育国立大学法人のさらなる改革地方の、大学教育の充実大学、大学院の適正な評価と高等教育への投資の、充実過程、地域、学校の連携の強化族悪番組、出版物、ゲームの有害情報に対するメディアやスポンサー企業の自粛 自主規制ワークライフバランスの促進に向けた環境づくり社会総係でのネットワークの形成、B 検討を開始すべき、事項会議の設置を決定した閣議決定では、その構成員を会議は内閣総理大臣、内閣官房長官及び文部科学大臣並びに有識者により構成し、内閣総理大臣が開催すると定めた。また、2007年6月に、 吉井家広之が委員を退任している。教育再生会議の処務は内閣官房に置かれる教育再生会議担当室において行われた。教育再生懇談会の設置とともに教育再生懇談会担当室にその任務を移す。なお、当時の担当室の幹部は下記の通りである。2006年10月25日に開催された第2回会合において、 文化会の設置が合意された。各文化会とそれぞれのテーマは次の通り。緊急シンポジウム、新政権に何を期待するか。日本政策研究センター、スポーツ庁文科省外局に15年度発足目指す、読売新聞2013年11月17日、留学生100万人計画の壁画、教育再生会議の有識者に、女王の教室の鬼教師。 天海祐希さんだ新入館富士2006年10月9日、教育再生会議を批判する2007年1月29日付、朝日新聞本田は学力低下に会議的であり、日本の児童の学力は国際的に見ても非常に高い水準を今大事しているとも述べている。ありがとうございます。